用事は午後、昼過ぎから、多分電話かかってくると思うから。まあ、その電話かかってきて、すぐ話は終わるから、そっからどうなるかだから。めんどくさかったら、もう今日は行かねえ。だから付き合ってねっつってんだよ。そこが付き合ってる体になってることは、林間いらっしゃい。付き合ってることになってるった体がおかしいんだよ。佐野は今後、まったりを望むなら、ありゃダメだ。どうかな。エキサイティング。エキサイティングパロマだからな。なあ。ケロちゃんは独り身になってたりしないかな？あ、ローズ？ケロちゃんは、あの人は、俺で12年も、いたぐらいなんだから、籍を入れるって覚悟した人とは、別れるなんてことは絶対しない。あの人はそういう人じゃない。まあ、よろしく幸せやってんじゃない。で、子供生まれてるのはもう知ってるからな。二人目も生まれたみたいだし。風の噂で。自分が幸せを望むなら、あんまり望んでいねえんだけどね。また広い部屋を探さんと？なんでよ。俺はここで十分だよ。時に素をさらけ出すことは悪いことじゃねえんだ。だからそれは、本人と話すときだったら話すよ。それはみんなの前で言うことじゃねえから。本人と話した後で、
ああ、こうこうこういうふうに話したからね。だったらいいだろ？丈太郎ちゃん。違う？俺まだ何も話してねえから。俺はこうこうやって会いに行ったらいい。丈太郎ちゃん、ぶっちゃけ言っていい？俺、ゲルゲの住んでる家の住所知らねえんだけど。ふっ、はっけんだろ、俺。会いに行ってやるってよ。お前よ。ふざけんなよ。知らねえよ。だって俺は外配信なんかやらねえから、当然外を出歩くときは配信なんかやらねえし、ぼっきり持って歩いてるわけじゃねえからな。うわ、ダメだな、鍛錬一発目は。うん、まあでも1ヶ月になあ、のんびりこっくりボソ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 こうやって放送やってよ。やれてりゃいいんじゃねえの俺は。いや、もう、丈太郎くん、もうそういうことじゃないんだよ。うん。君。君は中学生かな？うん。そういう、なんか、中学生みたいなことはいいんで、はい。お互いを知る。悪いんだけど、俺6年も付き合ってたんだよ。お互いを知るもクソもねえんだよ。おい。バカ誰か。だからコラボ上がったって話は噛み合うんだよ。見てねえのか。ゲルゲが長風呂派って知ってるんだよ。いや、そういうことは、こいつずっと入ってるよなとか思ってたけどね。風呂場で何やってんのかなと思ったら YouTube かな、見てんだろ。YouTube なのか、キャスなのか、ニコ生なのか、わかんねえけど。まあ傍若はもう俺にはガチで、俺がね、もう連絡は取らないし、まあ
悪いねって、いろいろありがとねって感じ。うん。SK2 を？花子？だってあれだもん。ゲルゲのお母ちゃん、SK2 の、なんか、めっちゃ阪神とか阪急のゴールドの会員で、ゲルゲ行くと、試供品山ほど、娘って分かってるから、山ほどもらって帰ってきてるで。あーって。何々さんのって。そういうとこせこいね。さすが大阪。さすが大阪だよ。ああ。金持ちの実家じゃないよ。あ、それは、まあ、俺が聞いてる時点では、もともとはじゃなかったんだよ。母親が、後から商売を始めたっていう感じだね。だから昨日も言ってたじゃん。コロナで、イベントとか、ああいうのがなくなって、そんなに、美味しいものなんてないよって。モンタいらっしゃい。今度俺の衣装を作ってもらおうかな。すごいふざけたやつ。志村けんみたいなやつ。テレッ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 テーン、テレッ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 テーン。な、売り上げが落ちてしまったのか、どうなのかね。図画とかにも、図画って宝塚とかの、本体かどうかわかんないけど、歌劇団の、学校の方の、やっぱりほら、そういうところにも、コネ作ってるから、ヨネズは知らねえよ、ヨネズの誕生日なんか。アキさん、こんにちは。B、ありがとう。ウイス。君に会う日は、いつもこんなに雨が多くて、ヘボだな。下手くそだから歌うのやめよう。いい感じだった。おい、いくねえべや。愛せてるか、愛してるか、誰よりも、誰よりも、今夜君のことを誘うから、
あ、歌詞が出てこねえ。うん。空を見てた始まりはいつも雨。あ、そんなもんです。はい。歌詞があれば全部歌いますけど。ヘボでごめんなさい。なんだよ、猫とは潜ってんじゃねえよ。いい気候がこれだろう。で、あっちに、うん、鍛錬があれだから、よし。今日も引きこもり人生でいけるか。用事が終われば電話で、電話の用事だけで済まそう。うん。猫さん、え、今のちゃんとさ、今のさ曲ってなんていう曲？ね、教えて。ね、歌詞だけ見りゃ俺多分歌えるで。始まりはいつも雨か。あ、これか。こう、この、これ、長いな、これが。長すぎですよ。もう。うん。いやいや違うよ、始まりはいつも雨だよ。君に会う日は不思議なくらい雨が多くて、水のトンネルくぐるみたいで幸せになる。君を愛するたびに愛じゃ足りない気がしてた。君を連れ出すたびに雨が包んだった。ヘボでお願いします。ヘボでお願いします。音程ずれちゃうんだ。だから音程ずれるから素人なんだよ。酒が進むな、今日は。もう昨日は楽しかったから。あいつも、え、ねんけ、あげんのとか言ってすぐあげてくれるからな、あいつな。上がったら揚げっぱだから。こっからがいいんだよ。まあいいや。
自作エコー？俺エコーかかってねえよ、これ。うん。うん。今夜君のことを誘うから空を見てた。始まりはいつも雨、星を避けて二人星を避けて。いや、ラップも俺意外とやるよ。うん。何でもやれって言われりゃやるタイプだから。う、う。よ、よ。インフンじゃっていいの？おう、俺、インふんじゃっていいの？イン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 みたいな。やるよ。ラップは好き。まあでもあれはなんかもう、俺の中では音楽としては捉えられてないんだけどね。うん。俺はね、まあまあテクニックだからね。ラップで傍若でディスって、またそういうことをお前らが言うからダメなんだよ。お前らは本当にダメだね。ダメだよ。ならバカが。バカったればっかりだよ、おめえらは。ほんとダメなんだよ、おめえらは。いつもいつもよ。いつもいつも言ってんじゃねえよ。ねえならねえでいいけどよ。こっちで行きゃあるのかな。iTunes がこれぼっ壊れてくせえな。まあ曲かけなくてもいいか。うん。ない。ああない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 。はい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 。はい、ぶっ壊れてまーす。復縁できんの？俺はその気満々だけど、うん、うん、ゲルゲさんの BGM センスが好き。そう
おう、俺あの人洋楽ばっかだからさ、俺あの洋楽聞かねえからさ、ほとんど。優しめみたいなのが好きだからさ、あのアルバムは絶対俺落としてるはずなんだけどな。これでいいやん。まあまあ。もうダメじゃないかよ。音出ねえんだ。まあやっぱチューンが あこっちね、こっちのパソコンの方の設定ね、トラブルシューティングじゃねえから、うるせえな。iTunes との相性悪いのかな。はい、一回落として。私も基本は邦楽の方が好きだけど、配信中の BGM は歌詞の意味は分からない。ああ、まあまあ、流れてるような。なんだかわかんねえのが後ろに流れてるのかな。あの歌詞があるとそれ拾っちゃうからな。確かにな、それはあるかもしんねえな。いそばやれがと、いいね、やっぱりサラウンドは。サラウンド、そして俺がゲルゲにサラウンド。つまんねえ。はい、滑ったはぁとか、もういいよお前ら、そういうの言いたいだけなんだからな。
愛してるのサイン、何年経ってもこうして変わらぬ気持ちで、あなたとだから心に描く予想図は、叶えられてく そう、だからよ、俺よ、いろんなあのところでさ言われてんのがよ、佐野の野郎よ、あの野郎ふざけすぎてるくせに悪運だけは強いって思ってる人たちがいるのは思わねえ。ちょっと待って、兵士だい。ああ。はい、一発。それは違うよ。それは、あの、別の一発だから。なんだかんだなぁ、ちんたらかんたらやってるよな。いや、この写真の頃のがずっと続いてりゃよかったんだけどね、なかなかそうはうまくいきませんよ。へい。へい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 。ああ。ですよね。音楽うるさくない？うん。てくん。みんなのがどのぐらいの音で拾ってんのかわかんないからさ、まあいいか、うるせえとか言われねえ限りはそのまんまでいいや。聞こえねえよって言われたらまた考えるけど。なんでよ、ちょっと待って、なんで320人もいる、あ、いるの？暇かい？おいおい、わあああチェーンソーかよ。わーわーわー、チェーンソーは違うよ。ウェーウェー
レレ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 クイが悪いのね。だから俺がいい餌今投げたやっただけじゃんじゃねえの。だからお前がノリいいねってお前が食ってきたんじゃん。んやろパッタロがや、いいじゃない。音楽うるさかったら言ってね、ほんと。俺は勝手に聴いてるだけだから。昨日は楽しかったから、自白じゃないけどね。うん。よしって感じ。おい、よし、いらっしゃい。はい、リセット。はい、リセット。みたいな。はいよー。あれやっちゃーみたいな。あ、俺んとこはコメント少ねえよ。もちろん。読まねえし、読まねえっていうか、まあ、匿名枠やんねえしな。うん。いつも来てくれる人とだけ話したいだけ。でもな、デルゲが昨日言ってたな。あんた、もう一回、いや、ブロックにビビってるかどうかわかんないけど、うん、デルゲが言ってたな。ちょっと、まあ確かにそうだなと思ったけどな。今のあんたは、ダメだって。確かにそうだな。あの人が知ってる時の俺じゃないからな。うん。元気いっぱいのうなちゃんマンじゃないからさ。でも俺もな、部長さんもいなくなってさ、いろいろあんだよ。店もなくなってさ。わかるべよ。ああ？そういうのあんの。いや、ブロックにビビってるんだったら、まあ、聞きたいから聞いてるんだろ？だから、それはありがたいよな。半泣き、別に半泣きじゃないよ。全然。ゲリキソン。
問をするってことは、うん、昔知ってたの？いや別にワンカートンくださいって言やタオカヤだから買えるよ。だからやめたんだろ。だからもうタバコの話には食いつかない方がいいよ。やめた人は。うん。ゲルゲさんと会うの何年ぶりですか。いや会ってくれるかどうか分かんねえよ。カートンが何個も入ってるやつ意味が分かんねえよ。ゲルと一緒にジムに通って健康体になろう。ああ、ゲルゲル俺の方が全然体力あるのはもうゲルゲルも分かってるから。ダンボールガイバカだろ、そんないらねえよ。もうさ、もう子供だよこんなこと言ってんのは。はいはい、ブロックです。ゲル、はい、さようなら。俺こういうのね、星もついてないし。はい、さようなら。もうね、話ね、もうめんどくさいの嫌なんだよ。もうめんどくせえな。何をこいつこの話で。そっからよ、このイエルっていうやつがどこにも着地持ってくんだよっていう話だよ。じゃね、うん、バカがずーっと引っ張ってて、クソがよ。昔の声を思い出したかのように、今日はご機嫌ですね。あったかさん、いや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 、新しい恋愛のスタートですよ。はい、リスタートです。リスタートです。またこんな感じになったらいいね。悪くねえだろ、こんな感じだったら。ハンチンタイガー、ウォー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 。でも俺は、俺の予想だよ、 100% 予想、これはガチだけど、ゲルゲはね、いろんな人と関わってるから、関わってるっていうのは配信者、まあマゼとも、まあその他大勢もいるけど、もう佐野はやめとけっていうのはさんざっぱら言われてるはず。あいつはやめとけって、うん、前は6年ぐらいかな、一緒に暮らしてたのは。
行ったり来たりだったけどね。俺はほら、なんでそんなモテモテなんですか？この写真見てモテる顔に見える？見えねえだろ。まずは言わ、まずは言わなかったな、男女関係に関しては。ケリケは可愛いですよね。これ、あの、嘘つきメイクしてるから、ちょっと待って、ヘイしていい？ちょっと待って。今日は腹の調子がいいわ。昨日のコラボに上がって、おーし、組合、お前さっきから起きてたろな。冷めましたじゃねえから、笑ったじゃねえんだよ。おい、今日はキレがいい。いつも聞いてんのかよ。やめれや、ラディッツ。おめえ、ラディッツ。なあ、ゲルゲの放送にもコメント言ってんじゃねえよ。起きてました。だから起きてんのはいいんだけど、SE みたいに綺麗。うるさいよ。ケツいいじゃん。だけど、俺は見てるの、ロムって。だから俺ゲルゲの放送、俺二窓で、パソコンで2個ガーンって開けてんのよ。字枠を開けてて、くせえ野郎が俺のとこでガタガタ言うやつがいたら、こいつブロックしてこうっていうのと、まあ、ゲルゲは、いつやるかあいつわかんねえから、あの人予告しねえでやるから。お、上がったと思ったら、でも、野球観戦か。どうだろうな。四窓の佐野を舐めてました。まあまあ、今はそんなことはしない。あれはニコ生時代だから、あれやらざる、やんなきゃできなかったから。